休憩前に引き続き会議を開きます。市長から発言の訂正があります。安倍市長。あ、はい。先ほどの中でですね、通りの名称ですが、豊岡岡中通りが正しい名称ですので訂正いたします。それでは答弁からでございます。長尾都市整備部長。お答えいたします。まあ、全部適用と、それからまあ部分適用というところでは、まあ全部適用の内容については労務であるとかですね、それから総務系のものまで全部含めた、人事も含めたような組織を立ち上げる必要があるという、そういう要請がございます。それから部分適用の場合は会計制度の部分だけを適用すればよろしいということですから、まあ会計システムの導入レベルでもって足りるということで、まあ全部適用にするとその部分時期が長くかかるというような関係にございます。で、まあ、ご質問の目途というところでございますけれども、まだ先行事例が非常に少ないということもあって、今検証をやっている最中でございますけれども、所感といたしましては今年度中には何とか早い時期にその分岐点のところの決定、これを決定づけられるように資料等の整理、あるいは議論ができるような状況に持っていきたいというふうに考えております。はい、大野議員。今ご答弁にあった分岐点というのは、具体的には一部適用か全部適用かということの理解でよろしいのかということをお伺いしたいと思います。長尾都市整備部長。言葉が足らずにすみません。ご指摘の通りでございます。大野議員。資産台帳整備についてはね、これまでも仲間の、私どもの仲間の皆さんが質問している中で、いろんなことも指摘したり、12月の時には確か、資産台帳の整備、今回の答弁でもかおっしゃってますけども、補助金もらって確かやってますよね。だから、そういったものについてもやってる意味っていうのは崩れてきちゃうんじゃないかなっていう心配も出てきますから、ぜひですね、それはやっぱりしっかり今年度中にっていうお話があったので、まずはそこからきちんと詰めていっていただけたらと思います。また詳しくは予算の審議の中でも特別会見もございますし、質問できるかと思いますので、また引き続きお答えいただけたらと思います。それでは防災について6番目、これについてもちょっと再質問したいと思います。で、防災に関しては防災の所管の分野のことに限らず、私もこれまで一般質問で何度か取り上げたことがあります。防災と教育との問題、あるいは地域との問題という観点から質問した際にですね、ちょうど私もその時に引き合いに出した肘ヶ丘中学校が、研究発表会が2月にあるかという話は伺ってたんで、ちょうど雪の後で大変だったんですけども、なんとかこれは行こうと思って遅れてでしたが伺いました。で、2月14日にその肘ヶ丘中学校で地域で貢献できる中学生を育む、防災教育という研究発表会があって、参加させていただいたんですけども、なんと同じ時間帯にですね、私の地元のお茶屋中学校で別の分野の研究発表会を行っていました。本当は地域のことを考えたらそちらにも顔を出していろんなことを勉強すべきなんですけども、ただ私がこの間やっぱ取り上げてきた問題との関連もあったので、これは地域が違ってもぜひ行かなきゃいけないし、肘ヶ丘中学校にも私が前に質問する前にもお邪魔して、校長先生にもご丁寧にいろんなお話もしていただいた経緯もあったんで、ぜひと思って行きました。で、こういったことに関してですね、他校にも積極的に研究成果を活用してもらうっていう意味がその時のご答弁でもあったように思うんですけども、今私が言ったように同じ時間帯にですね、別の研究発表をやってしまうと、その意味合いっていうものがすごく薄れてしまうんじゃないかなっていうことに関しては、非常に問題があると思いました。で、いろいろ、背景としては学校や先生たちのご都合、スケジュールのご都合っていうことがあるように思うんですが、やはり本当にこういう問題についてきちんと問題点を共有化して
他校に広げていこうということであれば、必ずしも肘川丘中学校の例は、その時にも市側からもお話があったように、そのまま他の地域で全く転用できるような状況にあるとは言えないにしてもですね、どこの地域においてもどこの学校においてもですね、連携して行動して地域貢献ですとか自らの命を守ることのできる防災教育というものは必要だということの認識は変わらないと思うんです。で、そういったことも含めてぜひ今後にきちんと本当は成果をつなげていくべきだし共有していくべきだったと思うんですけども、このあたりの評価についてはどうお考えなんでしょうか。清水教育長。聖ヶ丘中学校のですね、防災教育の研究発表会につきましては、2月14日ということで、多くの議員さんもですね、雪をかき分けおいでいただいたということでですね、本当に大雪の中だったんですが、たくさんの地域の方たちもおいでいただいて、改めてですね、防災教育の必要性と、また重要性というものを私も改めて認識をしたところであります。そういう中で、私は防災教育というものについてはですね、聖ヶ丘中学校、そして東愛宕小学校でもですね、今回研究を行い、発表を行ってきたわけですが、今までのですね、過去の震災等のですね、状況を振り返って学習をしていくということではなくてですね、やはりその将来必ず起こるんだと、起こってくるんだという、そういう視点でですね、新しい切り口で防災教育を進めるべきだというふうに学校の方には指導してきたつもりでおります。そういう中で先ほど質問者からもありましたけれども、聖ヶ丘中学校ではですね、自らの命も守るとともにですね、連携協力しながらですね、地域防災といったものにもですね、貢献していくんだと、そういう機運がですね、盛り上がった研究発表だったのではないかなというふうに思ってますし、質問者からもありましたように、今後ですね、こういった成果をですね、各地域学校の方にですね、下ろしてですね、それを支援していくのが教育委員会の役割ではないかというふうに思っておりますので、今後もですね、積極的に地域防災、防災教育についてですね、研究を推進をしていきたいというふうに改めて思っております。以上です。はい、すみません、答弁の訂正があります。長尾都市整備部長。大変申し訳ございません。先ほどの質問の分岐点の時期のお話で、今年、本年というところ、本年度と申し上げたようでございます。申し訳ございません。26年の早い時期ということで、訂正をお願いいたします。委員長。はい、大野議員。はい、訂正の部分は分かりました。で、話を防災のところに戻しますと、確かに何て言うんでしょう、聖ヶ丘の場合はもともと地域の人たちが非常に熱心、いろんなことについて協力し合うということが熱心であるということと一緒に、学校側の体制も非常にそういうものに対しては関心があって、私も前質問の時にも言いました、NHK アーカイブスのホームページにも紹介されるといったような非常に先進的な例が本市にあるということで言えば、そういった取り組みこそね、もっともっと教育の問題に限らず地域の防災に力を入れる、市内の防災ということに対して本当に力を入れるんであれば、こういうものをやっぱ活用していく姿勢を見せないことには全く意味がないんだと思うんですよ。ですから、もちろん教育の方でそういうことをやっていただくことは本当に大事なことなんですけども、ぜひそれを教育の分野や学校だけの分野に限らずですね、やっぱりきちんとコミュニティだったりとか、あるいは町内、役所内ですね、あるいは部署を超えて、やっぱそういったものをきちんとつなげていく努力っていうのは引き続きやっていっていただきたいと思うので、これについてはまたもし機会があれば予算の中でもしっかり質疑していきたいと思います。で、9番目のニュータウン再生と今後のまちづくりに関係して、これも3つに分けて質問させていただいたものについてはまとめてご答弁いただきました。それでご答弁の中で、きちんと本市は今後人口減少社会や少子高齢化社会の対応というものを考えていかなきゃいけないということだったりとか、市外の方からも多摩市に住みたいと思っていただけるような、ね、
そういった取り組みをこれまでニュータウン開発の背景でいろんな取り組みも、過去の歴史なんかもきちんと大切にしながらもきちんとその魂に今後の行方というものについても前向きにやっていきたいんだといったような意思があるということは分かりました。ただそういうお考えがあるということは分かるんですけれども、具体的にどうしていくのかということが、非常に大事な点でありまして、そういった人口減少社会なんかを見据えた上で今後どういった部分をですね、まちづくりとして考えていくのかということが非常に大事な視点だと思っています。で、ニュータウン再生が進めばですね、既存の地域といえばニュータウン地域との格差も逆に広がっていくんではないかといった懸念もありますけれども、今後の既存地域のまちづくりの方向性ですとか方向性についても含めてですね、明確に示していただきたいと思うんですけれども、このあたりのお考えについてはどのようにお考えでしょうか。はい、安倍首相。先ほど私の方答弁でも申し上げましたけれども、決してニュータウンの再生がですね、さらにニュータウン地域外、つまり既存地域との格差を広げるというふうには思ってはおりません。で、逆にですね、ニュータウンの再生をすることによって、全市的な波及効果が高くなるものというふうに思っております。で、ただこれ、ニュータウン地域でも、それから既存地域でも同じですが、既存地域でも、先ほど関戸一宮では、道路、福音や歩道に関して、あるいはその公園等のですね、都市基盤施設は必ずしも十分でないエリアもあると申し上げましたが、一方で、公園であったり、生産緑地などもある連行寺エリアなどもございます。それでまた、和田などでは、大栗川含めてですね、また、周辺には本当に歴史的な古墳時代からの遺産などもあるなど、地域によってはいろいろさまざまです。ですから、そういう意味では既存地区の良さとですね、そしてまたこのニュータウンの再生という意味では、今検討会議の中でも議論していただいておりますけれども、例えば駅地下でですね、高密度化して周辺部をですね、ゆとりある地区とするなど、いろんな考え方もあると思います。で、そうしたことがしっかりやはり全市的に波及してくるという効果もあると思いますし、いずれにしてもコミュニティを大事にしながら、今現に住んでおられる皆さんがですね、このニュータウン再生についてやはりしっかり意見を述べていただくことによって、町の将来を決めていくことができると思っていますので、そうした意味ではニュータウン再生が力強く進むことがやはり全市的に私としては波及効果が広がっていくというふうに考えておりますし、ニュータウンとの格差ということで、もしかするとご質問者がハード面での格差のことを指摘されているのかもしれませんが、そのあたりについては先ほども話したとおり、しっかり、都市基盤施設の十分でない地域についてはさらに、道路整備計画と、あるいは公園の防災上の必要な公園等の整備なども進めていかなければならないのかなと思っています。いずれにしても地域の特性に応じてですね、それぞれの長所をしっかり引き出すような施策を講じていくことが一番大事だというふうに思っております。大野議員。まあ、確かにね、ニュータウン再生の中身というものがいろんな意味で全市的に波及していくんではないかという考え方についても分かるんですけども、しかし一方でもちろん道路やね、その公園の問題とかいろいろその既存との違いというのは前からも指摘されておりますし、まあ、今後もなんかすぐにそういった状況は変わるような状況にあるとは思いませんけども、その課題を踏まえた上で、じゃあ具体的にはニュータウンの地域についてはいろんな、まあ、政策というものが当然直接的には取られていく中で、まあ、いくらそういったものが他の事業を誘発するかもしれない、あるいは何か引っ張っていくものにつながるかもしれないといってもですね、やはりその既存の地域で抱えている課題の解決、あるいはその単に課題だけじゃなくて、その既存の地域をもっとこうしたら活かせるんじゃないかみたいな発想も当然必要になってくるかと思うんですよ。ですからそういった視点での
取り組みということについては、もっともっと私たちも着目していかなきゃいけないと思いますし、そうした観点からのね、まちづくりというものももっと具体的に語られていくべきではないかと思いますので、そのあたりもまた予算の中で聞ける部分であればですね、しっかり聞いていきたいと思いますが、そうした問題提起が あるということについては、この今日の段階ではきちんと踏まえていただけたらと思います。で、そういったことも含めてなんですけれども、今回の質問のご答弁の中では、若い世帯の人たちにね、いかにこう住んでいただけるかみたいなところの視点をもう強調されていました。で、またそういった人たちを呼び込もうとする自治体っていうのは、別に多摩市だけでは当然なくて、他の自治体も今高齢化が進んでますから、いかにそういう若い世代の人たちを、呼び込もうという取り組みがね、やっぱりやられてるかと思うんですよ。で、そういう特に30代40代の勤労世帯を呼び込もうとする取り組みっていうものは、特に都心に近い自治体との、競争ということであれば、必ずしも多摩市が有利という状況じゃなくて、厳しい状況には変わらないと思うんです。で、そうした中において、例えば多摩市の特質としては、よくニュータウン地域でも言われてきたのは、他にはない豊かな空間だったりとか、広がりのある場所があるといったような特性もあるかと思うんですけれども、空間にゆとりある住宅都市像を打ち出していくということも、一つの多摩市の売りとして、これまでもそういうことについては言及はされてきたと思うんですけども、もっとそういったような視点についても、打ち出していくことも工夫としては必要ではないかと思うんですけども、こうした取り組みについてはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。はい、安倍市長。ご質問者のおっしゃったように、本当にこれからのまちづくりに必要なですね、若い人たちにどんどん本当に多摩市に入ってきていただきたいと私も強く思っております。で、確かに今自治体によってですね、いろんなシティセールスを展開しておられて、で、これは自治体だけではなくて、今鉄道事業者を含めて沿線の価値をいかに高めていくかというようなことで、もういろんなところでいろんな競争が確かにされています。で、私どもの多摩市の売りもいっぱいあります。一つは先ほどおっしゃられたように、この緑豊かな、本当に1人当たり14平米もある公園で、それは確かにお住まいになっている場所によっては、身近なところに公園がないという方もあるかもしれませんが、しかし、市全体でトータルで見ると、北は多摩川があり、そして先ほど申し上げたように、既存地区の中にも公園もあり、そして、蓮舫寺から聖ヶ丘、鶴巻、そして堀之内に至るまでですね、横山の道のような本当にその緑に包まれた町でもあるというようなことが私にとっては売りだと思いますし、で、またその中で子育てしやすい、言ってみれば緑多い公園と環境も抜群であると。で、なおかつ今多摩市では全小中学校がユネスコスクールに加盟して2050年の大人づくりということで、まさに多摩市で子どもを産み育て、それで学校に通わせればですね、本当にその将来グローバル化時代に対応できるような、また多摩の中で地元をね、地域を愛していけるような、そんな子どもたちを今積極的に育てているということが、結果として知識を増やし、学力を伸ばし、体力も向上しということにつながって、そんな場所であるということをやはり積極的に PR していきたいなということと、もう一つは今回いろんな調査の中でも明らかになりましたが、要は多摩市が健康長寿というか、いわゆる健康寿命という点では26市でトップクラスの地位を誇っていると。つまりそれだけ、自分自身にを大事にし、市民活動も参加をしたり、あるいは体を動かす、そしてまた多摩市全体が歩いて暮らせることができる町である、丘陵地帯であってあっても、ペデストリアンデッキなどニュータウンでも整備されている、そうした意味ではインフラが整備されていることによって、実はそういう健康寿命を増すことにもつながっている。これも一つの売りだと思います。そうしたことを積極的に展開していくことによって、素晴らしいその住環境、そしてご質問者がおっしゃっておられる、いわゆるゆとりあるその住環境ということをですね、きちんと訴えていかなければなと思っています。いずれにしても、厳しい、その言ってみれば都市間競争の中で、やはり多摩市にこそ、来ていただければ、
将来の幸福感を保障できると、そんなことをしっかり訴えていきたいというふうに思っております。以上です。大野議員、はい、まあ、あの今市長からもご答弁あったように、あの当然住んでる人にとっても将来ここにいることで、まあ、あのいろんな意味での幸せというものをきちんとあの享受できると、で当然今住んでない人たちにとっても多摩市に住むことによってそういうものを享受できるんだというようなアピールというのが当然必要になってくるかと思います。でなかなかこうあの口で言ってるようにいろんな物事は動かないとは思うんですけども、しかしあのやっぱりきちんと諦めることなくアピールをしていくこと、発信していくということがあの求められていると思いますので、まあ、それはあの質問の前の段階で私があの読み上げた中にもそういったものも入れさせていただいたと思うんですけども、あのもうこれだけいろんな場面でいろんな人たちがあの質問をしたり、あるいは行政側もお答え、市長をはじめとしてお答えいただいているのはもう何回もあるわけですけども、しかしそれがいろんな人たちに伝わっていくような工夫っていうのが今後は必要だと思ってますから、あのぜひあの今後の市政においてはそういったものをしっかり強く打ち出すことで、あのなんて言うんでしょう、あの多摩市の良さが市民の方はもちろんのことね、あの広くあの世の中にあの伝わっていくような力強いアピールっていうのをしていただきたいと思いまして、ここでの質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。大野正樹議員の代表質問は終わりました。次に日本共産党を代表して小林健一議員の発言を許します。16番、小林健一議員。はい、小林健一です。2014年度の市長施政方針演説に対して日本共産党多摩市議団を代表して質問を行います。多摩市を含め地方自治体を運営する目的は、そこに住む住民一人一人が持つ人権が具体化されるようにあらゆる力を使ってそれを保障することにあると私は考えます。そのために日本国憲法とこれに基づく地方自治の理念が存在します。言ってみれば憲法と地方自治の理念を多摩市が置かれている諸条件と住民の生活の実態に沿ってどう具現化していくかをあらゆる施策の根底に据えなければならないと考えます。もちろんこれは憲法と地方自治の理念を型紙のように押し当てて機械的に線を引き理想を言い立てるということではありません。地方政治では国政と比べて、例えば財政問題一つとっても何兆円や何億円の単位ではなく何百万円何十万円の単位で考えなければならず、極めてリアルな問題です。いくら住民の権利だといっても内緒では触れないという現実が地方政治にもあります。3割自主という状況は地方分権の進捗が言われながらも財政的には基本的に変わっておらず、住民のための事業を起こそうにも財源がないということにいつも悩まされなければなりません。その上、今の安倍自公政権に典型的に現れているように、徹底してアメリカ政府と財界大企業の利益を守る立場に立ち、消費税増税と社会保障削減で多くの国民に犠牲をし、一方で法人税の大減税、大型公共事業の無駄遣い、原発の再稼働と輸出、そして米軍から言われるままの基地提供、訓練受け入れ、思いやり予算増額、米軍と一緒になって世界中で戦争ができる戦争する国づくり、そのための軍備増強などなど、自民党型政治の暴走が始まっている下で、地方自治体が一身にその矛盾のつけを背負わされていると言っても過言ではありません。そういう状況を踏まえつつ、私が言いたいのは、市長や市職員など市政運営を預かる方たちがお金がないからこの程度で仕方がない、国や都の標準基準を見ても周辺の自治体の水準を見てもこの程度がほどほどというような低い志でいてはならないということです。高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉、低所得者支援、教育、住環境、自然環境、産業育成、都市計画などなど、あらゆる分野で憲法地方自治の理念からも住民要求からも本来ならこの程度の水準が必要ということを常に見定めつつ、それを実行するためにどんな障害があるのか、どれだけの財源が必要なのか、国や都の制度の どこに問題があるのか、限られた財源の中で施策の優先順位をどうつけていくのか、こういうことを考える眼差しがなければならないということです。
このことを市長とこれを補助する市職員、とりわけ幹部職員に申し上げたいと思います。そして当然のことながら、主権者である住民と二元代表の一方である議会にも、ある種の覚悟は必要です。先ほど施策の優先順位をどうつけるかということを申し上げましたが、市長が住民の声を聞き、人権に照らして優先順位をつける努力をするのは当然ですが、主権者である住民自身がまさに住民自身の機能を発揮して、合意で優先順位を決める、議会も合意で優先順位を決められるようにする、そういう方向が目指されなければならないと思っています。以上の観点で具体的に市長施政方針に沿って、私からの意見表明と提案を行い、市長の見解をただしたいと思います。なお、個別の質問は1から7まであります。第1、はじめについて、括弧1、東日本大震災から何を教訓として汲み取るか。市長施政方針では冒頭で東日本大震災に触れ、これまでの私たちの価値観が圧倒的な自然の力の前に根底から覆されたとし、復旧復興は困難を極め、いまだ深刻な状況にある。また原発事故については、原子力発電に依存しきったエネルギー政策そのものへの課題を浮き彫りにしたとの認識を示しています。私たち日本共産党市議団も2011年5月17日、被災地支援ボランティアで初めて石巻市を訪れて以来、昨年11月までで延べ10回の支援ボランティアを市民とともに組織し、石巻、女川、気仙沼などで活動してきました。コロナ禍では例えば5億円をかけて工場を復興させた石巻の水産加工の社長さんにお会いするなど、被災者のたくましさにこちらが励まされることもしばしばでしたが、その一方で、ガス図住宅を何度も訪問する中で、復旧復興が遅として進まない現状も感じてきました。総じて言えば、市長の認識通り、被災地はいまだ深刻な状況です。復旧復興が進まない要因にはいくつかのことがあると思いますが、これらの地域が国による水産業や農業の育成支援策が十分でないために、震災前からすでに過疎化と高齢化が急激に進んだ結果、一つ一つの自治体が財政難のために、国が誘導する無理な市町村合併、職員削減をする中で、医療や介護、交通手段などで住民にとって重大な支障をきたしていたことがあるのではないでしょうか。大震災がそのことにさらに追い打ちをかけて、復興をより困難なものにしています。また、福島第一原発の立地自治体は、国の政策で原発がなければ、まちづくりが成り立たない状況に追い込まれていました。周辺では第二原発の次に、さらに第三原発の誘致計画までありました。これらのことから言えることは、地方経済を危機に追い込み、地方自治体の財政基盤を揺るがし、若い人たちが地方に住めないようにし、さらにはそのことをもついて、原発を立地させることまでしてきた国の政策そのものが今問われているということです。質問1、地方を大事にしない政治では、これからの日本はやっていけない。同時に国の言いなりになっているだけで、地方自治体はやっていけないということが、今回の大震災の重要な教訓の一つであると私は考えますが、このことについて市長の見解を伺います。括弧に市長公約を今後どう発展させるか、施政方針ではこの後4年間、この4年間、安倍市長が力を入れてきたことの自己評価、今後どう発展させるかが述べられています。私はこの中で次の2点を取り上げ、これらをどう今後さらに発展させていくかについて私の見解を述べ、市長の見解をただします。対話外交の重視、まず非核平和都市宣言や広島への小中学生の派遣など平和に関わる文脈の中で、市民生活を守る自治体の長の立場から、昨今のアジアにおける緊張の高まりについて、対応を軸にした外交を重視する観点から注視するとしている点です。アジア、特に北東アジアにおける緊張を高めている要因は何でしょうか。言うまでもなく、一つは北朝鮮政府指導部による挑発的な動きです。また、中国政府の対応も、尖閣諸島の領有権をめぐる問題では、周辺国との信頼関係を損なう防空識別圏の設定などは、いたずらに緊張を生むだけの問題行動です。同時に、安倍政権による軍事的対応ばかり強調する言動も緊張関係を生み出しています。特に解釈改憲によって集団的自衛権行使に踏み出そうとしている問題、また靖国神社参拝を強行し居直ることで、戦後世界の国際秩序さえ無視して同盟国だとしているアメリカ政府からも失望したとの意見表明が出ている点は重大です。このままでは北東アジアばかりか、世界の孤児となりかねません。安倍首相は対応を望んでいるとしていますが、侵略を受けた当事国である韓国や
中国からすれば、彼は対話の前提条件を自ら放棄しているということになります。また安倍首相は、韓国は日本と価値観を共有する国で、よく話をすれば分かり合えるとも言います。しかし、戦後の国際秩序という価値観から見れば、アメリカもヨーロッパ諸国も中国もロシアも韓国も北朝鮮も同じ価値観を共有しているのであって、一人安倍首相だけが違う価値観を持っているということではないでしょうか。かつて日本政府は1931年、中国東北部へのあからさまな侵略を開始し、翌32年、満州国という傀儡政権をでっち上げました。そのことが国際連盟の場で批判されると、居直って国際連盟を脱退、あの太平洋戦争への道をひた走りました。日本は同じ過ちを繰り返すのでしょうか。私たち日本共産党は、竹島尖閣諸島について、歴史的にも国際法上も日本に正当な領有権があると判断しています。また、千島問題について言えば、当時のソ連のスターリン指導部が敗戦のどさくさに紛れ、ヤルタ会談などでの密約に基づいて、強盗のように奪い取り、居座っているもので、歴史的にも国際法上も、北海道の一部である歯舞色丹は言うまでもなく、北千島を含め全千島に日本の領有権があると主張しています。竹島尖閣諸島問題については、常に正当性を発信しつつ、同時に中国や韓国が領有権を主張している事実がある中で、当事国同士の話し合いや国際世論に道理を訴えることで、粘り強く解決していく以外にないと考えています。この中で安倍政権が北朝鮮政府との公式の外交的なパイプを一切持っていないばかりか、首相就任後も、最も近い中国、韓国政府の首脳と一度もまともな話し合いをしていない事態は異常です。質問2の1、改めて外交における対話の重視という点について、首相の見解をただします。また合わせて、アジア太平洋戦争で日本が行った行為についての従来の政府見解である村山団は、また、日本国憲法の下では集団的自衛権の行使はできないとする従来の政府見解についても主張の見解をただします。公契約条例の理念をどう発信していくか。2つ目は公契約条例についてです。市自らが雇用と収入確保に責任を持ち、そのことを通して工事や業務の品質向上を図るというのが目的ですが、効果が目に見えて現れてくるのはこれからだと思います。そのためにも周辺の自治体や東京都、国にこの制度を広げていくことが重要だと思います。先般の都知事選挙においても、このことを公約として掲げる候補者も現れ、国政や都政レベルで公契約条例の必要性を議論できる土壌が整ってきたと思います。質問2の2、多摩市発で例えば市長会、あるいは部長会、課長会などで積極的に発言していくなど、公契約条例を発信していくことについて、市長の見解を伺います。次に、2、多摩市を取り巻く社会の動きについてです。冒頭に国政の動きが述べられています。消費税率の改定や、これに関連する各種制度改正による市民生活や地域経済への影響も懸念されることから、引き続き注視し、適切に対応すること、また、地方分権の理念に逆行する税制度の改悪について、市長の見解が述べられました。アベノミクスをどう評価するか、私は不景気の最大の原因は消費不況、つまりこの十数年で労働者の収入が大幅に減り、また医療や介護保険の負担増、所得税、住民税の増税、年金の引き下げなどで国民所得が減っていることがあると考えます。安倍首相はデフレマインドの克服とよく言いますが、決してマインド、気のせいではありません。最近、安倍政権も賃上げが必要だというようになりました。しかし、財界に対しては率直に言って、及び腰、へっぴり腰です。しかもこの4月からの消費税増税と社会保障の削減が始まっていて、国民の所得はますます下がり、一層景気は冷え込みます。また、消費税の増税分は同時並行で法人税減税の実行に使われ、増収効果はありません。福島にも回る保証は全くありません。地方税に関わる税制改定については、地方に負担を押し付けるもので、全く道理がありません。質問3、改めていわゆるアベノミクスの効果、また税制改定の問題点について、市長の見解を伺います。次に、高齢化の急速な進行、そして少子化社会、人口減少にどう対応していくかという問題です。まず、高齢化への対応ですが、地域包括ケアシステムの構築を進めるとともに、介護予防や生きがい作りについて、さらなる推進を図るとしています。
中長期的に見て重要な観点ではあると思いますが、緊急課題として今病気がちの高齢者とその家族にとって特別養護老人ホームの待機者問題、そしてショートステイが必要な時に使えないことが現実問題として大変深刻になっています。この3月から新しい特養ホームがオープンしますが、需要から見ればまだまだ足りません。新都知事も特別養護老人ホームの増設に力を入れると公約し、用地の確保策についても言及しています。かつて石原都政時代に用地取得についての都の補助制度がなくなり、これが特養ホームが増えない要因の一つでもありました。次に少子化と人口減少への対応です。もちろん多摩市だけで取り組む問題ではありませんが、ここで取り上げられている税収増を目指す取り組みの一つとして、ぜひ子育て支援を位置づけるべきではないでしょうか。以上の観点で以下質問します。質問 4-1、 特養ホームは作る準備をしてから開設するまでには10年近くかかります。高齢化がスピードアップし、しかも75歳以上の方が急速に増える中では待ったなしの課題ではないでしょうか。市長の見解を求めます。質問 4-2、 子育て支援と税収増の取り組みをセットで考え、少し年月はかかると思いますが、積極的な子育て世代の呼び込みを実行すべきだと思います。施政方針で、諏訪2丁目団地の建て替えによる税収増の経験が述べられていますが、子育て支援に思い切って力を入れ、安定した税財源確保に努めるべきです。市長の見解を求めます。次に第3、みんなが笑顔、命にぎわう町多摩の実現に向けてについてです。ここでは2014年度予算案の中身が、子育て子育ちをみんなで支え、子どもたちの明るい声が響く町から6、人自然地球みんなで環境を大切にする町までの項目で説明されています。この中でいくつかの各論的なことも含めて質問したいと思います。各論に行く前の前提として、冒頭で触れられている多摩ニュータウン再生事業について伺います。ニュータウン再生事業を通じて町をどう活性化させるか、世代交代も含め住み続けられる町にどうしていくのかということがテーマになるわけですが、先日のシンポジウムで専門家の集まりである再生検討会議での議論を経て、今後地域の住民の声、思いを聞く機会を設けたい旨の発言もあったように、地域にあるさまざまな住民団体、また個人の意見、思いを取り込んで町づくりに生かしていくことが今後求められると思います。質問後、多摩ニュータウン再生検討会議に関わる事業を今後どのように展開させようとしているのか伺います。次に各論的なことについていくつか質問します。子育て支援関係、高齢者支援、介護保険事業などについては一般質問や予算審議で深めることとしてここでは省きます。質問 6-1、 総合体育館、野球場、球技場、庭球場の屋外スポーツ施設、大谷公園、キャンプ練習場への指定管理者制度の導入が提案されています。包括的な指定管理にすることでスケールメリットがあるということなのでしょうが、地元業者や団体を育成し、地域で経済が回っていく効果を生むための方策は考えられているのでしょうか。市長の見解を伺います。質問 6-2、 もぐさ団地での団地会館の改修と合わせ、みんなで支え合う生き生きとした地域の実現を目指して、地域の皆さんとの話し合いを進めるとしています。高齢化が急速に進むもぐさ団地で高齢者を支援する仕組みを作るとともに、一路高齢化に なっていかないように子育て世代の誘導、近隣大学との連携によるシェアハウスなどがの方策が必要ではないかと考えます。市長の見解を伺います。質問 6-3、 成績桜岡駅周辺地区の活性化について、駅北口再開発計画がどのように関わってくるのか伺います。質問 6-4、予想される災害で最もリアルな問題は首都直下型地震です。災害予防や減災の観点で考えると、減災の視点で考えると、建物倒壊による圧死をどう予防するか、1981年以前の旧、耐震基準の 住居の耐震改修をどう進めるかが重要です。市長の見解を伺います。質問 6-5、 地震発生後住居を失い避難生活を余儀なくされる方の数を想定し、避難所の規模、仮設住宅の必要数、その設置のための体制づくりなどの想定が必要だと思いますが、市長の見解を伺います。質問 6-6、 原発ゼロ社会の実現を多摩市から発信すべきだと思いますが、その必要性と方策について市長の見解を伺います。最後に第4、結びについてです。
公共施設の見直し方針と行動プログラムと都市は生き物という認識との関係です。ですが、5年後、10年後、15年後、20年後の地域でどういう人口数でどういう年齢構成になっているか、その下でどういう施設が必要になっているか、科学的な検証と豊かな想像力が求められます。質問なら、問題はそのことを議論によって英知を結集し、結果として合意を得る場をどう作っていくかです。このことについて市長の見解を求めます。以上、答弁をお伺いして、必要であれば再質問を行います。はい、安倍首相。日本共産党の代表質問にお答え申し上げます。1についてお答えします。戦後の長い歴史の中で、全国総合開発計画や各省庁が建立するモデル都市構想など、高度経済成長を支えていくため、全国一律の中央集権的なまちづくりが進み、ふるさとの原風景が失われてきたとの厳しい指摘もあります。この前走も均衡ある発展から特色ある発展へと軸足を変えています。このように地方分権型社会の実現については、地域の実情に即して地域に必要な政策や取り組みを進めるために不可欠なものであり、そのエリアに住む市民が当事者意識を持って参画していく地域主権の政治を進めることが重要であると考えています。権限移譲などにより地方の責任が大きくなる中で、税源移譲は道半ばであり、さらに税制改革など地方分権の針を大きく 逆戻りする動きもあり、強い懸念を持つところでもあります。引き続き東京都市長会、全国市長会、または東京都など関係自治体と連携し、積極的に地方分権型社会の実現を推進してまいります。次に2-1についてお答えします。外交における対話については、国際社会の一員として国際協調を促進する上で必要不可欠との認識から、施政方針の中でも申し述べたところです。村山談話については、現安倍内閣も踏襲する立場にあるとしていますし、集団的自衛権については選挙で信任を得たとの認識から、内閣の閣議で方針を決定できるとの説明がなされていますが、私は歴代の首相が表明してきた政府の統一見解を内閣の人事や閣議決定で乗り越えるとの認識には憂慮を持って見守っています。非核平和都市宣言を行った自治体の長として、戦争を二度と起こさないという不戦の誓いと、憲法の三大原則の一つである平和主義の意義や理念は堅持されてしかるべきことと考えています。丸2についてお答えします。本市の後継役条例も本格実施後2年が経過しようとしています。全国各地から自治体関係者の視察も多く、平成24年度は15件、平成25年度はこれまでに21件と増加しており、本市の後継役条例への関心の高さを実感しているところです。またこれまで総務契約課長が後継役条例に関する26市の契約担当課長会の研修や各区市等で開催される勉強会において講師や報告者を務めています。今後もこうした機会を生かしながら、積極的に本市の後継役条例の理念等を発信し、全国的な後継役条例制定の動きが広がることを期待しています。次に3についてお答えします。長引くデフレからの早期脱却と経済再生を図るため、安倍内閣は大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の3本の矢を一体として取り組みを推進しています。その効果から実質 GDP が四半期連続でプラス成長となるなど、日本経済は着実に上向いており、平成26年2月の月例経済報告においても景気は緩やかに回復しているとしています。しかし、このような動きは中小企業、小規模事業者や地域経済には十分に浸透していないというのが実感であり、3本目の矢である成長戦略が非常に重要であると考えています。ついては、消費税率引き上げの際の低所得者、
子育て世帯への影響緩和や駆け込み需要とその反動減の緩和を着実に実施することにより景気の下振れリスクに対応するとともに消費の喚起や民間投資の向上が図られ所得と雇用の増加による経済成長力の底上げと好循環の実現により持続的な経済成長につなげていくことが必要です。本市としてもまず臨時福祉給付金などの平成26年と実施に向けた対応を確実に進めていきます。地方税に関わる税制改正では固定資産税の焼却資産課税及びゴルフ場利用税は現行制度が維持されたものの新たに法人市民税の一部国税化が決定されました。地方消費税率の引き上げに伴う地域間の税源の偏在是正や国の経済対策のために地方税を使う今回の改正の議論は地方税の根本原則を大きく逸脱し地方自治体の自主性や自立意欲に負の影響を与えかねないものです。今回の大綱の中で焼却資産課税については引き続き検討事項とされまた消費税 10% となる段階で法人市民税の国税化をさらに進めるとしています。このような中市といたしましては今後の動向を注視するとともに引き続き国に対し真摯に地方自治体の意見に耳を傾け十分な対話の中で議論を進めていただくよう市長会等とも連携し強く要望していきます。次に 4-1 についてお答えします。急速な高齢化に伴い在宅系サービスのさらなる充実とともに施設系サービスの基盤整備についても非常に重要なものと考えています。特に特別養護老人ホームについては平成22年度の多摩市高齢者実態調査においても市が力を入れるべき介護サービスの大きな一つになっており介護をされている家族の負担軽減にもつながるものと考えています。このため平成26年度に実施予定の高齢者実態調査により改めてニーズを調査することに合わせて高齢者保健福祉計画第6期介護保険事業計画受けの策定において施設開設による介護保険料負担の増加等を踏まえて検討していく予定です。なお現時点の待機者についてはこの3月に市内に開設された施設により一定程度の解消は図られると考えておりますが他施設の入所を含め引き続きその対応を図ってまいります。2についてお答えします。子育て世帯の呼び込みについては住民の年齢構成の均衡を図り持続可能なまちづくりを推進していく上でも必要不可欠であると認識しています。子育て支援についてはこれまでも保育需要への対応や教育環境の整備等重点的に取り組んできましたが喜びを持って子育てができるよう今後も地域ぐるみで子育て支援に取り組むまちづくりを推進してまいります。また子育て世帯の呼び込みには行政サービス以外の要素も重要でありニュータウン再生の取り組み等を通じて関係機関や民間事業者等多様な主体とも連携しながら多摩市という町の魅力を創出し発信していきたいと考えています。次に5についてお答えします。多摩ニュータウン開発により本市は高度な都市基盤が整った都市へと成長した一方人口減少社会や少子高齢社会への対応住宅や設備のリニューアル道路や橋梁、下水道などの都市基盤施設の更新豊かな緑の今後の在り方などの課題への対応が求められています。昨年7月学識経験者のほか東京都都市再生機構からの参画も得て多摩ニュータウン再生検討会議をスタートさせました。同会議では誰もが多摩市に安心して住み続けられることまた市外の方からも多摩市に住みたいと注目されることを念頭に再生に向けた方向性や具体的な取り組みの検討を進めています。平成26年度も引き続き検討を進め長期的なまちづくりの大きな方向性を整理するとともに短期的に効果が期待されるまちの活性化に資する取り組みも検討を実施してまいります。こうした検討の中で市民の皆さんの声を伺う機会を設定したいと考えています。なお
具体の事業を進める主体は行政のほか市民、NPO、民間企業など多岐にわたり取り組む内容も事業主体によって異なりますので、その内容等については今後実施主体と調整を図りながら整理していきたいと考えています。次に6-1についてお答えします。指定管理者制度の導入は施設利用者に対するサービスの向上を主たる目的としながらも、施設運営の効率化もその目的としています。現在市では平成27年4月からの総合体育館屋外体育施設等への同一事業者による包括的な指定管理者制度導入に向け作業を進めています。スケールメリットを生かせる包括的な施設運営を事業者に委ねることで、付加価値の高い自主事業の創出やより効率的な施設運営の実現が期待できるところです。指定管理者の選考過程においては効率性のみで評価することなく、地元企業の活用や地域の雇用の配慮は市として当然に考えなければならないものと認識しています。丸2についてお答えします。木佐団地については、ニュータウン区域ではないものの大規模団地という点でニュータウン再生に向けた検討に包含される共通課題も多くあると考えています。木佐団地会館の改修自体はハード面からの取り組みではありますが、地域コミュニティの活性化に向けてはソフト面での取り組みが不可欠です。そうしたことから今回の施設整備を契機として、この施設の効果的な活用の検討を皮切りに、木佐団地の活性化についても地域の皆さんとの話し合いを進めてまいります。丸さんについてお答えします。多摩市都市計画マスタープランでは将来都市構造の基本的な考え方として、聖蹟桜ヶ丘駅周辺は多摩センター駅周辺と並び広域拠点と位置づけ、商業業務をはじめとしたさまざまな生活サービス機能など多摩地域における拠点都市として次世代多世代に魅力的な拠点形成を目指すとしています。また駅北口の低ビリ用地については周辺環境との調和を図りつつ、重機能を含めた複合型商業業務地として面的整備事業により土地の高度利用を図るとしています。地域での具体の動きとしましては、昨年7月多摩市まちづくり条例に基づき、地元の地権者である企業で構成される聖蹟桜ヶ丘駅北口周辺地域まちづくり協議会が地域まちづくり計画案をまとめ市に申し出をしています。この計画案の中では、基本的な4つの方向性である、にぎわい、利便性、自然景観、防災安全を踏まえた整備方針が提示されています。その内容は、商業業務重機能が複合的に支え合う相乗効果によるにぎわい、交通の利便性、回遊性の向上や緑化空間の整備及び防災性を考慮した公園等の基盤整備などであり、協議会構成員の各企業としても積極的に参画していく旨が盛り込まれています。市といたしましては、このような地域から提案された地域まちづくり計画を念頭に、聖蹟桜ヶ丘駅周辺地区の活性化に向け、引き続き関係機関とも連携し、市民の皆さんや民間企業の方々の知恵も集めながら、広域拠点としての魅力をさらに高めていくよう取り組んでまいります。マリオについてお答えします。首都直下型など大地震に対する住宅の耐震化は喫緊の課題であると認識しています。現在、旧耐震基準の住宅に対する耐震診断や耐震改修工事への補助を行っていますが、東日本大震災直後急速に進んだ耐震化の進捗に比較すると、近年は鈍化傾向にあり、住宅所有者の関心が薄れつつあると考えています。引き続き住宅所有者やマンション管理組合に対する耐震化セミナーや耐震相談など啓発活動を行うとともに、国や東京都など関係機関の動向に注視しつつ、適時適切な対応を図ってまいります。また都営住宅など公的賃貸住宅事業者は、旧耐震基準の住宅耐震診断をすでに完了しており、順次耐震監修工事に移行し、平成27年度には耐震化率 90% 以上を達成すると伺っています。本市といたしましては、各公的賃貸住宅事業者に対し、
計画に遅れの出ないよう機会を捉えて要請してまいりたいと考えています。丸5についてお答えします。平成24年4月に発表された被害想定では多摩市の避難者数は約3万3000人と想定されております。この避難者すべてを公共施設だけで受け入れることができないので、大学等の協力を得ながら受け入れ施設を確保していきたいと考えています。また仮設住宅については地域防災計画の中では建設予定地を選定しており、発災後避難者の状況を調査し、おおむね1ヶ月をめどに基本方針を策定し、その中で必要戸数や供給体制について決定していきたいと考えています。丸6についてお答えします。東日本大震災の教訓から、それまでの原発に依存したエネルギー政策の在り方を見直す必要が生じたことは周知の事実です。このようなことから、平成23年11月には非核部屋都市宣言を行い、その中で原子力に代わる人と環境に優しいエネルギーの重要性を発信してきました。原発に依存しない社会を構築していくことは目指す方向ではありますが、それにより火力発電への依存が高まり、二酸化炭素排出量が増加することも問題であると考えています。私は地方自治体の長として、この多摩市におけるさまざまな知識や経験を培った人材やニュータウンといった地域資源を活用し、これまで以上に省エネルギーを推進するとともに、作るエネルギーである安全でクリーンな再生可能エネルギーの普及促進を図ることで、人と地球に優しい持続可能なまちづくりを進めていきたいと考えております。次に7についてお答えします。将来人口推計はさまざまな算出方法があり、正確な推測は難しい面もありますが、多摩市に限らず、将来に向けて少子高齢化が進み、総人口が減少していくことは否定できない現実と考えています。公共施設の在り方については、このような客観的な情報を主権者である市民の皆様と共有した上で議論を進めることが重要であると考えており、引き続きそれぞれの施設についての対話や協議を重ね、より丁寧に合意形成を図ってまいりたいと考えています。以上です。小林健一議員。はい、それでは質問1のところから再質問をしたいというふうに思います。で、ここでは施政方針の中にあった被災地はいまだ深刻な状況という、市長の認識を受けて、こういう質問をしたんですけれど、原発とかあるいは大震災の、被災地を、多摩市としても、ね、これからも支援をしていくということは当然のこととして、ここでこう生まれてきた教訓をこの多摩市の現状に引き据えて考えるということは私は非常に重要ではないかなというふうに思っています。で、後で申し上げますが、やっぱりニュータウンをどうしていくのかということについてね、やっぱり引き付けて考えることが必要だというふうに思っていますが、その前にですね、今の国がですね、地方に対していかにこう強引なことをしているかということで、一つ沖縄の例を挙げたいというふうに思うんですけれど、沖縄県というのはある意味では原発立地自治体と同じように、基地は迷惑な施設なんだけど、基地がなければこの財政運営が成り立たないというところにこう追い込まれてきたということがあると思うんですね。今までもそうだったと思うんですけれど、でこの前1月に名護市の市長選挙があって、改めて新しい基地は受け入れないというのが住民の声として示されました。で、あるいろんな報道だとね、その新しい基地が作られるっていう名護市だから、それはもう当然だということもありますけれど、実は名護市で基地受け入れ派が負けたというのは4年前に初めてそのことがあって、今度2回目なんですね。その前まではずっと基地受け入れ派の方が多数だったわけです。で、名護市をこう地図で見てもらえば分かると思うんですけど、西は東シナ海に面していて、東は太平洋に面して、で辺野古っていうのは太平洋に面しているわけですけど、で住民の大多数は東シナ海側に住んでるわけですね。だから直接大多数の人は直接には辺野古に基地ができても基地被害が受けないと
だけどいろんなあの保証がこうお金が入ってくるので、今までは受け入れに賛成という人が多かったわけです。でそれがなぜ変わったのかといえば、やっぱり沖縄県全体で、もういくら言っても基地の押し付けという事態が変わらないということが一つと、もう一つはやっぱり沖縄県の自然環境を生かして農業や観光や商業でそういう方に力を入れた方が、基地に依存するよりももっとね経済が活性化するし住民も幸せになれるという判断に私は大きくこの間変わってきたんだというふうに思うんです。それが名護の市長選挙の結果にも表れたというふうに思うんですけれど、でやっぱり国の言いなりになっていないで自分たちの頭で考えた方が幸せになれるということが大きくこう変化してきたというふうに思うんです。で今の原発の立地自治体もなかなか大変なんですけど、私は将来的にはこういう方向に変わっていくというふうに思います。あの何年か前というか2年ほど前にあの福井県の大井原発がある大井町で大井原発再稼働になったんですけど、その時に町議会で再稼働に反対したのは共産党の町会議員たった一人だったんですけど、そういう状況も私は変わってくるというふうに思うんですね。だからやっぱりそういう教訓を国の言いなりになっていただけではね、地方は幸せにならないという教訓を私は深く汲み取ることが重要だというふうに思うんですね。で今まともな為政者であれば基地やそれから原発に頼っている状況じゃなくて、そういうものがなくてもその地方が自立していけるように援助をしたり環境整備したりすることが本当は国の役目だというふうに私は思うんですが、そのことについて、一般論でもいいですけれども市長の見解を伺えればと思います。安倍市長。非常に質問が難しいので、私がですね、先ほど冒頭の答えの中で全国総合開発計画の例を出したのはですね、これやはり質問者と噛み合っているか噛み合っていないか分かりませんが、いわゆるこれまでの長い間、日本はやはり地方のですね、均衡ある全国一律的に均衡ある発展というものを目指してきたと思うんですが、やはり地方にはそれぞれの特色豊かさがあります。今質問者は確かに沖縄の例を紐解かれて、沖縄について言えば確かに全国で一番基地が集中している町であるという特殊性があります。ただ一方でそれこそ緑や本当に、人々が豊かに暮らせる、言ってみれば海の幸、海の宝庫というか、そういうものにも囲まれ、観光資源も多い町であり、でまた、芸能界を考えても、沖縄から本当に、歌謡界、芸能界で羽ばたいている方も非常に多い、言ったら人材も多い町でもあります。で、実はそうやって見ていくと、地方にはそれぞれの特色があって、その特色をいかに生かしていくのか、つまり、全国総合開発計画も先ほど申し上げた通り、その地方の特色ある発展ということに軸足を移していく。で、それはつまり何を申し上げたいかといえば、やはり政府も基本的に地域ごとに根ざしたやはりその特色と個性ある開発を進めていかなければならないというようにやはり変化せざるを得なかった。で、つまりそれを裏を返せば、やはり政府がそういう形で地方自治体に今交付税であったり交付金であったりいろんな仕組みを持っていますが、それはやはりその地方のやはりそこに住む皆さんが一体何を一番大切にし、そしてその地域の発展のためにどのような施策が必要なのか、そうしたことを第一に考えていくということがいろんなところで生まれていると思いますので、したがって沖縄の名護について言えば、やはりそこで市民がやはり自分たちでその町を何を一番大事にしていくのかを選択した表れが今回の選挙の結果だったのではないかというふうに思います。
国の方はやはりそうしたあの地域ごとの特性、あるいはその市民の思いにしっかり応えていくということが、やはり私は大切な原点なのではないかなと思います。以上です。小林議員。はい、あの今言われたそのやっぱり地方の特色を生かしていくということ、それからそのことを国にしっかりとこう納得させるということが、ね、私はあの重要だというふうに思うんですけれど、それであの、まあ、多摩市に引き据えてみるとやっぱりニュータウン再生事業というのが、ね、やっぱり大きな、まあ後でまた触れますけど、あのそのことが大きな、まあ、多摩市の特色になるというふうに思うんですけど、もともと国や東京都の施策で作られた町なので、国や東京都にこう責任を持ってもらうというか持たせるというか、そのことは非常に重要だと思うんですけど、その多摩市のような特色を持った町を再生させていくということが国や東京都にとっても非常に有意義だということをやっぱりこう説得的にこう語っていく、そういう世論を作っていくということが私は重要だと思うんですけど、それでやっぱりあの学者の方とか、あるいはマスメディアだとか、あるいは財界人も巻き込んでね、やっぱりそういう運動を起こしていくことが重要だというふうに思うんですが、その点について市長の思いをちょっと伺いたいと思うんです。はい、安倍市長。ニュータウン再生についてはですね、あの先ほども申し上げましたとおり、あのニュータウン再生検討会議をですね、昨年から立ち上げまして、でそうした中で、東京都 UR 都市再生機構、そしてまた、学識経験者などの皆さんにより、まずは現状の把握から始めさせていただいております。でご質問者おっしゃったように、多様なですね、いろんな皆さんからのご意見をいただくことが大切であると思っていますし、分けてもあの地域に住む皆さんの声をきちんと聞いていくということが大事だと思っておりますので、そうした点にはしっかり、留意してですね、多様な意見の皆さんをの声を反映して、そしてこの計画を私としても市民皆さんと共有できるような方向へ持っていきたいというふうに思っております。小林議員。はい、あのまあ、ニュータウン再生事業についてまた後のところで、もう少し触れたいというふうに思います。あのぜひあの多摩市の、ね、特色を生かして、そのことをあの国に納得させるということをぜひ行っていただきたいと思います。じゃ あの質問の 2-1 の方にいきます。であの、まあ、対話の重視ということで、まあ、これはあの一般的にも非常に重要なことだというふうに思うんですけれど、であのよく言われるのは、その外交や軍事は国の専権事項だというふうにまあ言われますけど、まあ、あえてここでこう述べられているということについて、まあ、私なりにちょっと考えたんですけれども、あの一つはあの日本のまあ戦前の、ね、苦い経験があって、あの国民やあるいは地方が全然知らない間にどんどんこう戦争への道を進んでいったということがあると思うんですね。であのそのことを受けて、あの日本国憲法の前文にも、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにするということが述べられていて、まあ、それを受けた形で、憲法の第9条の第2項で、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の公選権はこれを認めないというふうに、まあ、国民が国を縛るというふうになっているわけですけれど、やっぱり政府が勝手にこう戦争行為に走るようなことについてはね、やっぱり声を上げていかないといけないし、その前段としてあの対話を、ね、重視するということがやっぱり重要だというふうに思うので、まあ、この認識を、ね、私たちも受け止めて、市長の認識を受け止めて、あのそういう立場であの頑張っていきたいというふうに思います。それであの2つ目のこの村山談話について伺ったんですけれど、まあ、あの答弁では、安倍内閣も踏襲する立場にあるというふうになっているわけですけれど、まあ、確かに口ではそう言ってますけど、安倍政権が取っている行動はこれとは全く反対の方向に私は言っていると思うんですね。でその一つが靖国参拝の問題だと思うんですけれど、で私はあの2つ靖国参拝には問題があるというふうに思います。一つはあの靖国神社という、まあ、集団といいますか、ところがあの日本が行った戦争が自存自衛の正義の戦争だったというふうに、まあ
言っているそういう集団であり、そういう集団が運営している施設なわけ で、そこに安倍首相が参拝をするということは、そういう靖国神社の持つ特殊な思想に対して共感を示しているということになると思うんですね。少なくとも外国ではそういうふうにまあ見ているわけですけど、だそういう意味でも参拝をしてはいけないと思うんですけれど、でそういう思想を持つこと、持つ人がいるということはそれは自由なことですけど、問題はそういう人が総理大臣をやっているというところに国民の不幸があるというふうに思うんですけれど、で彼はこっちはドアを開けてると、相手が閉めてると、で今度はドアを叩きに行きたいというふうに言ってるんだけど、そもそも対話の大前提を、ね、放棄してこんなことを言ってるということに私は大きな間違いがあるというふうに思います。それからもう一つ参拝の問題は、実は靖国神社というのは戦争を美化しているそういう施設でもあるというふうに思うんですね。で確かに人の死っていうのは尊厳を持って受け入れなければいけないし、そういうものなんだけれど、実は戦争で亡くなった人を美化することで戦争そのものを美化している施設でもあるというふうに私は思うんです。でそのことと後で述べるその集団的自衛権の行使というのは私は密接に結びついているというふうに思うんですけれど、戦争っていうのは決して美化してはならないというふうに私は思うし、まあ、多摩市でこの間ずっと平和展なんかもやってきましたけれど、それは戦争を美化してはいけないと、戦争っていうのは無新しいものだっていうことをね、やっぱりみんなに理解してもらうということでやってきたと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。福田企画政策部長。お答えします。今回比較平和都市宣言というふうなことを私どもも行っております。これはやはり平和ということをきちっと捉えて、これまでもその市民啓発そういったところではそういう取り組みを本当継続的に地道にやってまいりました。こういう思いを踏まえてそういう都市宣言も行ってっていうところで、私どもの市としては平和に立脚して市政運営も考えていくというような姿勢で臨んでいるものでございます。小林議員。はい、まあ、今後もぜひ、ね、戦争を美化するようなこう動きといいますか、そういうことについては、ね、ぜひ声を上げてほしいというふうに思います。私以前鹿児島県の知覧という特攻隊の基地があったところに行ったこともありますけど、いろいろ残されている手紙には勇ましい言葉なんかも書かれていますけど、どれだけそういう、 こう、まあ、特攻に行った人たちがどれだけ心に葛藤を抱えていたかというふうに思うと、かえってこう辛い気持ちになりましたし、それから戦争で230万人とも言われる人たちが亡くなっていますけど、その6割から7割が実は飢え死にや、あるいはこう戦地に行く途中で輸送船が沈められて溺死をするという戦争だったわけですね。だから非常にこう無謀なことをして兵士を死に追いやっていったっていうことがあると思うんです。で、そういうことを決して美化してはならないと私は思います。で、第一答弁で、まあ、集団的自衛権の行使、そのことをその内閣の、ね、一存で決めるということについては非常にこう憂慮しているという答弁もありましたので、やっぱりこの集団的自衛権の行使ということを、それ自体も大きな問題があるわけですけれど、そのことをこう政府の一存で決めてしまうようなことについては、ぜひ声を上げて言っていただきたいと思うんですけど、そのことについてもう一度お伺いしたいと思います。福田企画政策部長。私どもは地方自治体として、市民の命暮らしを守るという視点で、物事に当たってございます。そういう意味で、地方自治体で私たちのこの町というところのフィルターの上で、申すべきことがあればしかるべきところに、まあ、これはいろんな 自治体の連携の協議会もございます。そういったところを通じまして申し上げていくというような姿勢で臨んでおります。小林議員。はい、ぜひお願いします。で、次の後継役条例のところに行きたいと思うんですけれど、まあ、この間視察も増えたり、それから、課長会などでも、ね、いろいろ発信しているという、答弁でしたけれど、私としてはなかなかこう多摩市が思ったようにはなかなか周辺の自治体にも
広がっていないんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺についてはどんなふうに考えていらっしゃいますか。曽我総務部長。まあ、先ほど市長の答弁でも申し上げましたように、全国各地からの視察、こういったものが増えておりますし、それから26市のそういった契約担当の課長会でも報告等をしております。まあ、そういう中で、あとそれがですね、各自治体、周辺の自治体にどう広がるかということについては、それは各自治体のご判断もあるんだろうというふうに思います。まあ、我々としては、この公契約の考え方、適正な労働条件の確保ですとか、労働者の生活の安定に結びつく成果、あるいは工事や業務の質の向上、それからそれに伴って地域経済、地域社会の活性化というような、この視点でもってこういった条例があると、そしてこれを活用しているということを発信をしているわけですけれども、受け止める自治体としては、やはりそれぞれの自治体のお考えもあろうかと思いますので、なかなかこう広がらないという意見もありますけれども、逆にこれによってですね、いくつかの区や市でも私どもの制定以降広がりを見せているというところの事実もございます。小林議員。はい、私は非常に関心は高いんじゃないかというふうに思うんです。ところがなかなかこう、すっとこう広がっていかないことの中には、例えばこう非常にこう短いスパンで見ると、この公契約条例というのは予定価格が上がったり委託料が上がったりすることでもあるし、それから事業者にとってはそこで働いてもらっている労働者の賃金が上がって人件費がコストがかかるということもあって、なかなかこうスッとは広がっていかないということがあると思うんです。だけどいろいろこう回り回って、地方自治体の仕事や、それからそこで働いておられる住民の利益につながって地方経済も豊かになると、そういう理念で作られているものだから、やっぱりそのことをやっぱり広げていくっていうことがね、私は必要だと思うんです。だからそういう意味では、ぜひこう今後もですね、周辺の自治体や、それからやっぱり東京都レベルで作るっていうことは私は非常に重要だというふうに思いますので、そのことにさらに力を入れていっていただきたいというふうに思っています。で、質問の3の方に行きますが、アベノミクス、いわゆるアベノミクスというのをどう評価をするかということなんですけど、で私は人間の暮らしを良くするために経済が存在するという、この根本的なところが欠けている、そういうこう政策だというふうに私は思っています。それでこの前フェイスブックを見てましたら、面白いものがありまして、浜典子さんという同志社大学の大学院の先生、よくテレビやラジオにも出る方ですけど、この方の一文が載ってまして、でそこに非常に面白いことが書いてあってですね、やっぱり人間の視点というのは一番こうアベノミクスには欠けてるんじゃないかと。浜典子さんはアベノミクスではなくてアホノミクスだというふうに言ってますけど、で去年の6月にこの答弁の中でも取り上げている経済、成長戦略について安倍首相が発表して1時間ぐらい演説をしたわけですけど、それを見てみると人間という言葉が1回しか出てこないと。でそれも1回だけ出てくるのは、大阪万博の例を取り上げて、大阪万博の時に人間洗濯機というものが非常に注目を集めていましたね。そこで人間が出てくるだけで、あとは全然出てこないと。それから格差や貧困や非正規雇用というのは一つも出てこない、雇用そのものが一つも出てこないという、そういうものだということなんですね。でその代わりに、たくさん出てくるのが、成長という言葉が41回、それから世界という言葉が37回、出てくるということで、特にですね、その中で上がっているのが、世界を使った言葉が、再び日本が世界をリードする時が来たとか、世界一企業が活動しやすい日本を目指すとか、世界を席巻する日本ということで、こう競争を煽り立てることが、なんかこの経済の成長戦略みたいなことを言ってるというふうにあるんですけれど、私はこういうことではなくてね、やっぱり人間の暮らし、人々の所得を増やすことが、そのことで物が売れて、で経済が回っていくという、その王道に立ち返らないと、いくら他のことをやっても、
経済は良くならないというふうに思うんですけれど、なかなか答えにくいと思うんですけど、一般論で結構ですので、経済をどうやったら回復させることができる、その基本点は何かということで、ちょっと見解があればお答えいただければと思います。福田企画政策部長。アベノミクスはデフレ経済を克服するために、インフレターゲットを肯定し、それが達成するまでに大胆な金融緩和措置を講じるという金融政策だというふうに認識をしております。で、これにつきましては、さまざまな評価やご意見があるというようなことでございまして、私ども経済の専門家でもございませんので、どの、あれが正しいかというのはなかなか難しいかなと思ってございます。例えば各野党においては、その方向性に同調しつつ、規制改革の踏み込みが足りないというような見解、また格差拡大を助長するという懸念を言われるところもございます。また富裕層が豊かになれば、国民も豊かになるという、いわゆるトリクルダウン理論という、これはもう波及しないのではないかというようなことも表明されてございます。そのようなさまざまな評価があるというような現実は認識してございます。また合わせて、新聞各社、これは経済運営についてはおおむね肯定的な評価する向きが多いというのも現実でございます。財政再建の踏み込みが甘いなどの問題点はあるが、日本経済を立て直すという気力を国民に醸し出した効果は無視できない。ただ、資格として三本の矢として挙げている成長戦略は、内容や期待されている効果はまだ不十分だというような、そういう新聞の社説もございます。ただ第一次答弁でも申し上げましたように、各種経済指標というところでは、上昇の傾向があるというようなところで、そういった状況を認識しつつ、これの影響ということを自治体の立場で注視してまいるということで考えております。小林議員。はい。そんなに遠くない時期にアベノミクスは、やっぱりダメだという結果になるというふうに、私は思ってるんですけど、それでやっぱり大事なことはさっきの公契約条例のような考え方、やっぱり人々のこの暮らしを守り、賃金を保障することが経済を回らせることにもなるということが、やっぱり国の経済においても私は言えるんじゃないかというふうに思っています。じゃあ次に行きます。質問の4の1で、特養ホームのことなんですけれど、それであんまり深く突っ込むことはしないようにしようと思ってるんですけれど、今待機者の問題がどんなふうになっているのか、でこの中でおそらくちょっと申し込んでおこうかという方もいらっしゃると思うので、その中で本当に要介護度が重くて、それから家族の家の状況が非常にこう大変で、特に深刻な状況だというふうに思われる方はどのくらいいらっしゃるのか、お答えください。はい、鈴木健康福祉部長。市内の4施設、22年からの3年間の中でこういろいろと調べさせていただいた中では、平成22年で296名、それから25年の11月で394名ということになっています。で、今ご質問にございました、その中でも要介護1から5で、最優先で見る、入所が望ましいという方で見ると、待機者が230となっております。ここで、ケアプラザ多摩ができましたので、残り待機者が、100人ちょっと、118人程度になろうかというふうに考えております。小林議員。それで現時点で言っても、5つ目がこの3月1日から、できるわけですけれど、現時点で言っても、120名ぐらいの方が非常にこう深刻な思いで待っていらっしゃるという状況があります。で、さっきのお話では来年度いろいろ計画を立てて、で次の第6期の介護保険事業計画に生かすようにしていきたいということだったんですけど、やっぱりなかなかその市がどれだけお金を出せるかという問題もあるし、それから特養ホームができたらその先その施設をどう運営していくのかという問題もあるので、そんな簡単には決められないということは確かにあると思いますけれど、その現時点で今120人の方で、それが高齢化が進んで後期高齢者がもっと増えればもっと増えていくということになりますので、それをどうするのかということがね、やっぱり基本に据えられなければならないと思うんですが、その点についてもう一度お伺いします。鈴木健康福祉部長。一つは、今特別介護養護老人ホームということでお話がございますけれども、
まあ、市民の方が老後の中でどう生活されるか、施設で生活をする、まあ、病院で生活をする、それから在宅で、過ごすという、まあ、いくつかそういう分け方ができると思います。で、今後、まあ、市の中で、考えていくときに、じゃあ、施設をどこまで作れば、全て受け入れることができるのか、それから、特別養護老人ホームの場合は、まあ、他のところの施設を利用するということも可能ですので、そういう意味で、市長の方からもお答えさせていただきましたけれども、きちっと実態を把握して、5期のように実態を把握して1つ作るというようなことをやったわけですから、第6期の中で、在宅なのか、施設なのか含めて、検討していきたいと考えております。小林議員。第一質問でも申し上げましたように、特養などを作るときは計画してからできるまで10年ぐらいかかるんですよね。これ今5つ目の特養もそのぐらいかかっていると思うんですけど、だからそういう意味では本当に待ったなしだというふうに思いますので、まあ、来年度しっかり議論をするということなんですけど、で他のいろんなサービスも考えてということなんですけど、現実にこの120人の方をどうするのかということをやっぱり根本に据えて、ぜひ議論もし計画も立ててもらいたいというふうに思います。これを要望しておきます。じゃあ次に4の2は取り上げたいんですけど、時間がないのでちょっと飛ばしまして、質問の5の多摩ニュータウン再生事業の方に行きたいと思うんですけれど、それでまあ、シンポジウムの場でぜひこう地域の人々の声も取り入れてというふうに発言があったんですけど、いろいろこう地域の声を聞いてみますと、一つは年を取っても安心して住み続けていられるようにしてほしいということが一つあるのと、同時にそのことを保障するためにも世代間のバランスの取れた地域づくりをぜひ考えてほしいということがあると思うんですね。でニュータウンの方は特にこの人工的に作られた町なんで、既存の地域のように、こうそういうバランスが自然に取れていくというところではないので、やっぱり市がそこに関わっていかないといけないというふうに思うので、まあ、その観点でぜひこの再生事業の中に地域の声を入れる仕組みを作ってほしいと思うんですが、その点についてもう一度伺います。はい、長尾都市整備部長。はい、年齢構成の取れた、どういうふうに取っていくのかということだと思います。これからニュータウンの中で人口をどういうふうに誘導していくのかというところ、これはニュータウンのもともとの課題になっておりました。シンポジウムの中でも、特に基調講演の中でもですね、そういった問題認識がございましたので、そういったところを踏まえた議論というのはこれからも行われるというふうには考えておりますし、私どももそういった視点を持って、提案をしていければというふうに考えております。小林健一君。具体的に来年度2014年度どんなふうにしていくのかということは何かありますでしょうか。長尾都市整備部長。先ほど市長の方からの第一答弁でもございましたけれども、まあ、大きな方向性、これを議論しつつですね、あと、まあすぐに効果が出るようなものについても引き続き検討実施をしていくと、こういったところでございます。来年度はその取り組みをまたさらに深めていくと、進化させていくということでございます。小林議員。はい、ぜひ具体的にですね、検討していっていただきたいというふうに思います。でも時間がないので6の1と6の2は省いて、6の3の、成績桜川岡駅周辺地区の活性化ということで、北口の、再開発の問題が、まちづくり協議会ができて計画が出ているという段階だというふうに思うんですけれど、それで具体的にですね、この周辺地域について一つはユーロードの渋滞解消という問題、それから、おそらく住機能といいますか、住宅ができると、それに伴って学校をどうするのかという問題があります。それから、その駅の西側の方に、一宮の、旧市営住宅の跡地があって、そこの活用を図るために道路をどうするのかという問題、それからあと、あそこの水害の時にですね、前に私取り上げましたけど、一時避難場所として
あの地域をどう考えるのかという問題などがいろいろ住民要求で出てるんですけれど、その周辺地区の活性化、それから再開発事業を行われていることの中で、それらについてどんなふうに解決が図られていくのか、その辺について見通しを伺いたいと思います。はい、長尾都市整備部長。まだまず確認というか、押さえておかなきゃいけない具体の事業内容がですね、現在確定しているということではございません。どういった開発事業でもそうなんですけれども、事業計画を策定立案する際にですね、その規模の問題、時期の問題、特に時期の問題が大きいですけれども、そういったものについて、事業者の方と調整をしながら計画立案というところが入ってまいります。それから防災機能であるとか、その地域の課題に対してどうなのかというご質問かと思いますけれども、こういったものは当然、その私どもの方が、都市マスその他の中で持って、市民の皆さんから伺ってきている問題認識、それから、地区まちづくり協議会、先ほどもご答弁の中にもございましたけれども、こういったものの中で、挙げられているものの考え方、これは、私どもの都市マスの考え方に沿ったところで作っていただいてますので、そういった考え方、基本的な考え方を踏まえながら具体的な計画を策定していただけるように誘導していくということでございます。市は具体的にはそういったときに必要な計画づくりの上でどうしてもこれは外してくれるなというような留意点であるとかですね、あるいは特段の要請事項、こういったものについて助言をしたり、あるいは場合によってはご指導申し上げるということもあるかもしれません。そういった調整を図ってまいります。小林議員。はい、ぜひ要望がですね、ちゃんと入っていくような計画にしていていただきたいと思います。それから6の質問6の6の原発ゼロ社会の実現という課題で、原発には頼らないということを目指すということで、それはいいと思うんですけど、ただ押さえておかなくちゃいけないのは、よく原発ゼロっていうのは非現実的だっていうことがあるんですけど、今何もなしで電力が足りてるというこの現実をまず直視することが重要だというふうに思うんですね。で、再稼働をしないで廃炉にしていくっていうことを 今こそ目指さなくちゃいけないし、で廃炉をするだけでも大変な、事業なわけですね。そのことを一つとっても、でそのためにも今原発ゼロの決断をするっていうことが私は重要だというふうに思うんですが、その点はどういう見解なんでしょうか。浦野環境部長。現在全原発48基が停止しているということで、その全発電量のほとんどを火力発電で賄っているというふうなことになっています。でそれに伴いまして、燃料費が増大したりですとか、電気料金が高騰したり、また巨額の貿易赤字と、こういった問題も出てきていると。加えて二酸化炭素排出量が増加していることで、現在でも深刻化している地球温暖化、これがさらに悪影響を及ぼすということにもなりますので、原発に依存しない社会、これを構築していくということは、その通りだというふうに思いますけれども、現実的な考え方も必要だというふうに思っています。論じることは否定しませんが、地方自治体として施策を推進していくというふうなことで、外に向かっても発信していくことが必要かなというふうに思っております。小林議員。今止まっているものを動かさないということが一番現実的だということを改めて申し上げたいというふうに思います。最後の質問の7に伺いきます。それでやっぱりいろんな地域で5年後、10年後、15年後考えたときにどんな人口構成になっていて、例えば人口はどんなふうになっているのか、でそこでどんな公共施設が必要になるのかということを、やっぱり一つは科学的な検証と、それからもう一つは豊かな想像力で考えていくということが私は必要だというふうに思うんですが、今いろんな地域で合意を議論をして協議をして合意をするということが進められているというふうに思うんですけれど、私はそこでやっぱり
急いで決めるっていうことが重要なんじゃなくて、いかにそこでこう豊かなね、科学的な見地も踏まえて、豊かな議論をするかっていうことが私は重要だというふうに思うんですけれども、その点についてもう一度お伺いします。安倍市長。現在いろんな地域でですね、説明を行っておりまして、で地域の皆さんとやはり将来のビジョンをきちんと語り合いながら、もともと確かにその箱物である公共施設をどう削減していくかということがこの、計画のベースにはなっていますが、ただそれだけではなくて、言ってみれば少子化と高齢化の中でですね、やはり持続可能なまちづくりを進めていくためにこそこの計画が必要であるというふうに私は思っておりますので、そのベースを堅持しながら、ただ一方で地域の皆さんがしっかりお話しされていることについて、そしてまた将来に対する不安ということもあると思いますので、その点についてはしっかり私どもの方も説明させていただきながら、地域の中で合意形成をしっかり図っていきたいと思っています。これは何も地域のコミュニティ施設のことだけではなくて、いわゆる大規模な施設であったり、そうしたこともやはりしっかり地域の皆さんにもご説明をしていかなければならないというふうに思っております。以上です。小林議員。はい、総量の縮減というのがあって、それがこう各論にこういろいろ出ているということだけが、ね、こう先行しているようなことがところが私はあると思うんですけど、やっぱりそれももちろん重要な問題ではありますけど、今言ったようにその地域地域で将来何年後かに見据えてどういう施設が必要かという議論が私は本当は一番重要だというふうに思うので、その現地でしっかりとこう議論をするということを、ね、ぜひ最優先でやってほしいというふうに思います。でさっきも言いましたように、急いで決めるということが私は重要なことではない、どれだけ議論をするかということが私は重要なことだというふうに思うので、その観点でしっかりやってほしいというふうに申し上げまして、私の質問を終わります。小林健一議員の代表質問は終わりました。次に公明党を代表して今井光恵議員の発言を許します。1番今井光恵議員。1番今井光恵です。多摩市議会公明党を代表し、市長の施政方針について伺います。市長任期もあとわずかとなる中で、どのような施政方針を出されるのか楽しみに読ませていただきました。しかし、あれもやったこれもやったの羅列で始まっていることに少々違和感を抱きました。反省を含めた評価検討がない、総括されていない、これが率直な感想です。私たち公明党は単年度の予算という視点だけではなく、この4年間、市長が何を基軸にして市政運営に取り組んできたのかが大事と考えています。さて、8年前、前渡辺市長は1期目最後の予算編成で、新年度当初の市長選挙を考え合わせ、一定の政策的経費も取り込み、骨格予算として編成しました。4年前も骨格予算でした。しかし、12月議会最終日に出馬宣言した安倍市長は、年間予算として編成、そして後日改めてご提案申し上げますと、時期も当然継続するとの発言です。対抗馬がいまだ見えない状況からか、厳しく選択される場に臨む姿勢にはどうも見えません。この4年間を振り返ってみます。市長就任の前年に政権交代が行われましたが、すでに当時の政権は決められないぶれる政権でした。それに足並みを揃える必要はなかったはずですが、安倍市長も給食センターや図書館問題等では大きくぶれ続け、揺れ続けていました。この間、3年前には未曾有の大震災、3.11 東日本大震災が起こりました。後半には衆院選や都議選を挟んでの参院選、決める政治が選択されました。都知事選もそうです。まさに激動の4年間の舵取りをしたわけで、そのご苦労は並大抵のものではなかったと推察されます。しかし市長には14万7700人の生命を守る役割があります。大きな課題となっている
公共施設の見直し方針と行動プログラムやニュータウン再生にどう向き合っていくのか、強い決意が必要です。キックオフは誰でも言えます。市長はどんなボールをどこに蹴ろうとしているのでしょうか。市長にはそのボールは見えていますか。以下質問いたします。1、この4年間を総括して反省すべき点、また今後に生かそうと考えられた点について伺います。2、4年前の初の所信表明では政権交代を政治行政の仕組みや考え方が根本から変わろうとしている序章だと熱く語っていたのを思い出します。あのままであったら経済はどうなっていたでしょうか。現政権での経済対策をどのように考え評価しているのか伺います。3、今回の予算は少子化に挑戦、生涯現役の健康長寿都市を目指すまちづくりを念頭に編成したとありますが、どうもイメージが湧きません。少子化に挑戦とは出産子育てに優しいまちづくりとでも言うのですか。生涯現役とは雇用対策ですか、ボランティア活動ですか。超高齢社会の階段を駆け上がっている多摩市にとって介護福祉施策は外すことのできないものです。その中で何をもって健康長寿都市とするのか分かりやすい答弁を求めます。4、昨年の施政方針では公共施設の見直し方針と行動プログラムの元となった公共施設の適正配置に関する行動計画について、都市基盤や各公共施設を公共建築物を多摩市の資産として持続して維持管理し更新していくための政策、策定し市民の財産を大切に長く使用するという視点に立ち、安全性と利用者の満足を確保しながら費用対効果に見合った維持管理を進めるとともに、公民連携事業など新しい仕組みも取り入れ柔軟に進めますと述べています。しかしこの25年度総量削減の名目で廃止が前面に出た行動計画、後の行動プログラムは市民に混乱を招きました。今も審査が継続中となっている陳情は複数あります。超高齢社会を見据えての今後の財政状況から避けては通れないは理解できるものですが、これだけの混乱、対話と協議を重ね合意形成を図りながらでどう収集しようとされるのか伺います。5、4年前の施政方針で掲げた市職員全員との対話によって職員と信頼関係はどう築けたと考えていますか。また弁護士資格を有する任期付き職員を登用することで政策法務能力を有する職員の育成を図るとされていますが、登用に至った経過を伺います。6、平和について伺います。4年前この地域で世界の平和のために共に学び合えるように施策を練りたいと表明したとおり、非核平和都市宣言や小中学生の広島への派遣事業を実施してきたことは評価できます。しかし平和記念式典に参列しながら市民へのメッセージは昨今のアジアにおける緊張の高まりについても対話を軸とした外交を重視する観点から注視してまいりますです。傍観者的視点で平和を論じていることが残念でなりません。市民とどう平和のために行動しようとしているのか、その姿が見えません。1月会派で、沖縄に視察、沖縄県平和記念資料館では次世代につなげる難しさが教育の場でもあることを伺いました。戦跡が至るところにある沖縄ですら難しいというのに、まして遠く離れた東京です。どう時代につなげていくのか努力が必要です。大事に育ててきた平和啓発事業への思いを伺います。7、条例について伺います。先日開催された多摩市に男女平等条例ができました。朝倉睦子さんの講演会は長年取り組んできた市民の皆さんにとって大変に喜ばしいものでした。その講演の中で地方条例がなぜ必要なのかについて次の点が挙げられました。1、地域の固有性に対応した施策の推進の法的根拠が必要。2、議会で制定された法規という根拠を持つことでより強力に実効性を追求できる。行政の行動計画の根拠にもなる。3、首長の政治的意思や財政状況にかかわらず政策の継続性が確保される。4、基本法が定める施策を地域において具体化していくという役割も。
多摩市の現状を考えてしまいました。本年1月1日、女と男の平等推進条例は施行されましたが、これによって何が変わり、何を変えようとしているのでしょうか。環境美化条例についても、その後の町の変化が見えません。条例は誕生しても、一人歩きするものではありません。町づくりの中でどう活用するのか、具体的施策がなければ絵に描いた餅となってしまいます。育てるものです。この4年間でさまざまな条例は施行されていますが、特に環境、人権の重要な条例として活用策を伺います。8、防災について伺います。すでに2回、まさかの大雪となりました。災害に強い町づくりを進めるため、地域防災計画は策定されていますが、今回の対応はどうだったのでしょうか。予想外の雪への対応について伺います。以上、ご答弁いただきまして、再質問いたします。はい、安倍首相。公明党の代表質問にお答え申し上げます。1についてお答えします。未曾有の東日本大震災で、私は行政として想定外は許されないこと、市民の皆さんの命と暮らしを守る責務があること、科学技術への過信と自然への畏怖の気持ちを忘れないことなど、改めて多くのことを学びました。慢心することなく、いかに市民の皆さんの最大幸福に寄与することができるのか、小さな声にもしっかりと耳を傾けているのか、自身に問いかける日々です。この4年間、私が市政運営の基軸としてきたものは、まちづくりの主役である市民の皆さんとの対話です。行財政の地域ごとの説明会、行政評価市民フォーラム、市民ワークショップ、あるいは我が町学習講座の開設などにより、市民参画のまちづくりを進め、地域のことは地域で決めるとの考えのもと、課題を明らかにし、対話や協議によって、施策の合意形成を図ることを第一に、市長の任に当たってきました。合わせて自治体としての活力を生み出していくためには、多様な主体と連携し、まちづくりを進めていく必要性も強く認識しているところです。このように生を受けてから老いを迎えるまで、地域で支援し、見守る体制をどう作っていけるのか、多摩市には多くの地域資源や人材といった宝があります。その宝を見つけ、生かす取り組みを進めてまいります。また、公共施設の見直し方針と行動プログラムをはじめ、引き続き対話や協議により合意形成を図っていくべきと考えておりますが、市の情報を市民の皆さんと共有し、さまざまな地域の資源を生かしながら、より丁寧に市政運営に取り組んでまいりたいと考えています。次に2についてお答えします。長引くデフレからの早期脱却と経済再生を図ることを最優先課題として、政府ではいわゆるアベノミクスの3本の矢の経済対策を推進しています。これは日本銀行の 2% の物価安定目標を実現する大胆な金融政策、緊急経済対策として公共投資の機動的な財政政策、新たな成長戦略としての民間投資を喚起する成長戦略の実行などです。これらの取り組みにより、実質 GDP が4四半期連続でプラス成長となるなど、日本経済は明るさを取り戻しつつあり、平成26年2月の月例経済報告では、景気の基調判断は緩やかに回復しているとし、物価は底堅く推移しているから緩やかに上昇しているに引き上げ、デフレ脱却の動きが進んでいる認識を示しています。また、雇用についても着実に改善しているとしています。しかし、中小企業、小規模事業者や地域経済まで十分に景気回復の動きが浸透している実感はまだなく、3本目の矢である成長戦略が十分に機能していないというのが実感です。本年4月の消費税率引き上げの際の低所得者、子育て世帯への影響緩和や、駆け込み需要とその反動減の緩和を着実に実施することにより、景気の下振れリスクを回復し、景気回復の足取りを確かなものとした好循環実現を図り、その効果を地域の隅々まで行き渡らせていくことが必要です。本市としても、平成26年度実施に向け、臨時福祉給付金などの対応を確実に進めるとともに、健康を実感できる町を目指し、
地域の活性化に全力を持って取り組んでまいりたいと考えています。次に3についてお答えします。少子化に挑戦ということは、仕事と家庭の両立という働き方だけの支援ではなく、妊娠から出産、そして子育てに至るまでの切れ目のない支援に取り組むことにより、若い世代が子どもを持つことに不安を感じない、子どもを持っている人が安心して地域で子育てができる社会を目指すことです。市では昨年8月に成立した子ども子育て支援法による多摩市子ども子育て会議を開催し、多摩市子ども子育て支援事業計画を策定します。この中で全ての子育て家庭を地域で支える取り組みを検討してまいりますが、平成27年度からの支援申請度を見据え、各個貸し受け子育てマネージャー育成事業にも取り組みます。また、生涯現役健康長寿都市とは、元気な方だけでなく、たとえ障害をお持ちの方、病気や介護の状態になっても、その人なりの生き方の中で尊厳を持ち、最後まで幸せに暮らせる町づくりを目指すことと考えています。そのために市は、周産期から終止期までの一生を通して、その人なりの幸福感を創造していくことを支援し、住民の福祉の向上に努めるとともに、トップクラスの健康寿命を維持することを目標とした町づくりを目指します。具体的なその体制づくりの一歩として、平成25年度の高齢支援課内の組織改正では、課題に合わせて地域ケア推進係、介護予防推進係と明確にするとともに、在宅支援の一つとして、模擬地域ケア会議の開催や、介護予防のリーダー養成研修等の各種事業に取り組んでいます。また、平成26年度は、新たに介護予防ボランティアポイントを予算計上するとともに、第6期高齢者保健福祉計画策定のため、高齢者実態調査を実施し、高齢者の実態やニーズ把握、さらには社会資源などを含めた地域ごとの実態をしっかりと把握し、必要な施策、例えば地域包括ケアシステムを構築する上での多職種連携や地域ケア会議等を展開してまいります。次に4についてお答えします。昨年11月に策定した多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムでは、施設総量の縮減は避けては通れないという認識のもと、施設の統廃合等を含む取り組みをお示ししました。しかし、単に施設総量の縮減を図るのではなく、残す施設や跡地施設を有効活用するなどして、市民サービスの水準をどう維持していくか、また地域の活性化をどう図るのかなどの視点もお示ししています。同プログラムは、各施設の取り組みの詳細を最終決定した性質のものではなく、今後の取り組みについては、その初期段階から市民及び議会の皆さんに情報を提供した上で、広く意見を聞き、それらを参考に進めていく考えです。以上のことは、同プログラムの策定過程において、市民説明会等を通じて、市民の皆さんにご説明を重ねてきましたが、未だ十分に伝わってはおらず、一部誤解を受けている部分もあると認識しています。そうしたことが要因の一つとなり、先の定例会で複数の陳情が出たものと考えています。現在は複数の地域において、行動プログラムの趣旨及び今後の進め方について、説明会等を通じ、情報共有と意見交換を重ねているところです。今後も市民の皆さんとの合意形成が図れるよう、引き続き地道な努力でご理解をいただいてまいります。次に、5についてお答えします。市長就任後からこれまでの間、管理職との個別面談をはじめ、部単位での職員との対話会、新任職員との懇談会のほか、私自ら出先職場に出向いての懇談など、さまざまな機会を捉えて、職員と対話してまいりました。その際、職員からは、日頃の思いや率直な意見が出され、また直面している課題に対しての提案もありました。これらの対話では、厳しい意見も含め、職員が忌憚なく発言してくれたことについて、私自身大変嬉しく思っております。このことは、職員から市長に対しての信頼の証の一つではないかと思います。信頼関係の醸成は、職員との対話だけでなく、私自身が先頭に立って、
市民説明会で説明させていただくなど、市長自身が汗をかいて動いていることも、職員から信頼を得ていることの一つと感じており、さまざまな要素はありますが、これまでの間、職員との信頼関係は一定程度築けたと考えております。また、平成12年に施行された地方分権一括法や、その後の第2期地方分権改革等による地方自治法の改正等により、機関委任事務制度の廃止や権限移譲がなされ、これまで都や国が行っていた事務を市の条例等で定めることにより、市の実情に応じた政策を行うことが可能になり、本市においても新たな条例等を制定してまいりました。このような地方分権時代において、市はこれまで以上に独自の条例制定と法解釈を活用し、市の責任において新しい分野の施策を展開していく必要があると認識しています。また、市民により訴訟を提起される事案が増えている中では、市は訴訟手続きを通して、職員自らが市の業務の正当性を主張していくことが求められ、詳細な法規定等に基づき行われる訴訟事務を遂行することが必要となります。自治体が公平、平等な行政運営の中で、法令を政策実現の手段として活用し、市民の幸福の増進を図るには、これら自治立法、法令解釈、訴訟対応等の政策法務の能力を持った職員を育成する必要があり、そのためには法の専門家の支援が不可欠であると認識しています。以上のことから、弁護士資格を有する任期付き職員を登用し、職員が法の専門家とともに法制事務や訴訟事務に取り組むことができる環境を作ることで、政策法務能力を有する職員の育成を図るとしたものです。次に6についてお答えします。戦後69年が経過し、すでに人口の多くが戦後生まれとなり、戦争の記憶の風化が進んできています。このような状況から、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に伝えるとともに、平和意識のさらなる普及、理解を深めていただくため、市では平成4年度から平和展を実施し、市民の方々との共同により、平和啓発事業に取り組んでまいりました。この間、平和展につきましては、以前はパルテノン多摩の1か所だけで開催していましたが、より多くの市民の方に参加していただくために、永山公民館で平和を考える市民座談会を実施するほか、公民館ギャラリーや京王成績桜ヶ丘ショッピングセンター AP 館連絡ブリッジギャラリーでのパネル展示、子ども広島派遣事業を行うなど、事業内容の充実を図ってまいりました。一方で、世界の各地では紛争やテロが頻発し、尊い命が失われている現実があります。平和な社会が実現するために何が必要か、一人一人が考え、意識することができ、多世代の方に参加していただけるとともに、非核平和都市宣言をもとに、戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に継承される平和啓発事業を市民との共同により取り組んでまいりたいと考えております。次に、7についてお答えします。多摩市女と男の平等参画を推進する条例は、すべての人にとって住みやすく、暮らしやすい男女平等参画社会を実現することを目的としています。この男女平等参画社会を実現するために、条例では基本理念を定め、市、市民、事業者の責務、男女平等施策の基本的事項を定めることで、施策を総合的、計画的に推進すること、性別による差別的取り扱いを含めた諸問題に対応することなどを定めております。本市が目指す男女平等参画社会については、条例を施行したからといって、直ちに性別による差別的な取り扱いや暴力などが改められ、男女平等参画社会が実現するかといえば、決してそうではありません。それは、女性や男性の意識や考え方をはじめ、働き方や慣習、制度の問題に起因している面があるからと認識しています。また、本条例の目的とする男女平等参画社会の実現は、行政だけが取り組んでも実現することはできません。市民、市民団体、地域、学校、事業者などが連携し、一体となって取り組むことが重要と考えています。本条例を施行したことにより、本市の基本姿勢が明確になり、すべての行政計画、施策、事業に
男女平等の理念が反映されるとともに、男女平等推進の施策に関する苦情処理を新たに行うことになります。今後、本条例をより一層周知することはもちろんのこと、市民・事業者などの意識の醸成を図りながら、多摩市、女と男が共に生きる行動計画の各項目を着実に推進するとともに、本条例の基本理念を生かした事業、施策についての苦情処理の活用などにより、男女平等のまちづくりを進め、一人一人の人権、個性が尊重され、性別等による差別的取り扱いと暴力をなくし、すべての人が住みやすく、暮らしやすい町となるよう取り組んでまいります。併せて、環境面での取り組みとして、誰もが住みやすく、安全で快適な美しい町を目指すため、多摩市町の環境美化条例を平成24年10月に施行しました。市民の皆さんはもとより、多摩市を訪れる来街者の方々にも、この条例を知っていただき、一人一人が実践に移すべく、さまざまな場を活用、工夫しながら、条例の周知活動を展開してきました。一方、市内には、市民、自治会、管理組合、市民団体、また事業所単位で美化清掃活動を実践されている数多くの方々がいます。先日、これらの貢献をされている皆さんに、感謝の意を込め表彰を実施したところです。引き続き、本条例の浸透を進めることで、美化清掃活動を後押しするとともに、地域全体に輪を広げていきながら、安全で快適な美しい町多摩を進めていきたいと考えております。次に、8についてお答えします。2月8日、14日と、東京都をはじめ、関東地方は大雪の被害を受けました。多摩市としては、応急対策本部を立ち上げ、除雪を必要とする路線を確認するとともに、情報収集体制を整え、市内の被害情報収集と町内の情報共有を図りました。また、多摩市建設協力会と連携し、主要バス路線の除雪を即時実施するとともに、職員救命体制で適宜パトロールを実施し、市内道路状況等の把握に努めました。さらに、バス会社と連携を図り、交通困難となったバス路線の除雪を随時実施しました。鉄道事業者と連携し、帰宅困難者が発生した場合の連絡体制及び主要3駅に対する一時滞在場所の確保も行いました。40数年に一度の大雪と言われていますが、災害はいつ起こるか分かりません。今後このような大雪に備え、今回の対応状況などを参考に、必要に応じて雪害対策を検討していきたいと考えています。以上です。この際、暫時休憩いたします。再開は3時20分といたします。